てめえら、全然なってねえじゃねえか。てめえはさっきからリズムブレまくってんだよ。心のメトロノームちゃんと動かしてんのか。てめえも大概なリズム感してんな。普段どんな練習してたらそんなんになるんだよ。おめえに関しては何もかもダメ。幼稚園の遊戯会か。やめだやめだやめー。お前ら学習能力皆無かよ。楽しめればそれでいいなんて部活では求めてねえんだよ。コンクールまであと何日か分かってんのか。一切成長してねえ。アホ、こんなもの。ちょっと何やってるんですか先生。もうこんな部活の面倒見てられねえよ。廃墟でこの部活解散、お疲れ。出たよ決まりのパターン。どうせこれで冷房効いてる職員室で俺らが謝罪しに来るのを座って待ってるんだろ。ついでに溜まってる書類やら採点やらを消化しながらな。みんな謝りに行かないの。なんでこんな茶番に付き合わされなきゃいけねえんだよ。暇つぶししてから職員室行こうぜ。話し合ってる風を装えるし。あれ、そういえば今って夏休みなのか。何当たり前のこと言ってるの。いや考えてみろよ。俺らお盆の2日間以外全部朝から晩まで部活だぞ。おかしいだろ、ギャラもらえるわけでもないのに。なんで部活でギャラもらおうとしてんだよ。部活の対価は大人になってからわかることなの。部活で学んだ礼儀とか精神とかが将来の役に必ず立つのよ。お前は真面目か。ちょ、乱暴すぎない？きっつい部活で学んだことが役に立つ職場なんて、せいぜい体育会系上司が牛耳ってるブラック企業くらいだよ。この吹奏楽部と一緒で理不尽に上司から怒鳴られまくるからな。考えてみればこんなギャラー怒鳴られる職場があったらすぐ転職するべきかもしれないね。私たちだってもう怒鳴られないと分別つかないような年齢でもないし、なんで夏休み返上してまでこんな辛い部活を続けてるのかしら。俺たち文化部なのにきっつい筋トレとかして、運動部みたいに精神と肉体をどんどんすり減らしていくなんて、どう考えてもやばいんだよな。ほんとそれ、確かに管楽器は腹筋とかいるかもしれないけど、お前みたいなパーカッションまでやらされてるの意味わからん。これが年寄りの好きな全体ってやつなのかな。間違いねえ。真面目に考えたら部活入ってる意味よくわかんなくなってきたわ。これみんなが部活やってるから私たちもやんなきゃっていう同調圧力でしかないよね。楽器は楽しいし好きだけど、楽器するためにここまで理不尽にきつい思いさせられる意味がわかんねえ。だよね。それじゃあ帰りますか。待てこらクソガキども。てめえらこのまま部活やめる気か。部活やめたらどうなるかわかってんのか。音楽の授業の成績1にするぞ。入試にも響くな。わわわ。だいぶマシになったと言われているが、未だに精神論の押し付けが横行し、必要以上に理不尽さと過酷さを強いられる日本の部活動、早急に改革が必要なのではないだろうか。今回の茶番、いかがだったでしょうか。なんか中学校だと緩い部活に入ってるやつはダサいみたいな謎の風潮があって、みんなきつい運動部に入りますよね。もちろんスポーツが好きで入ってる人も多数いるんですけど、昨今の日本の部活事情には少し疑問を感じます。あと辞めると圧力かけてくる教師も割といるんですよね。授業持ってる顧問がゲス野郎だと普通に成績を下げてくるので厄介です。あと部活強制なんて学校もあるみたいですね。あれは本当にヤバいと思います。クラブチームに入りたい人とかどうするんでしょうか。部活じゃないもっと別のことを極めたい人はどうするんでしょうか。あとメンタルを鍛えれば社会に出た時に役に立つって考え方もあるらしいですけど、日本の部活動みたいなスパルタ教育が必要なくらい厳しい社会って何なんですかね。部活動を厳しくする前にまず社会を優しくしていくのが先なんじゃないですか。とりあえず、私は日本の部活動はいろいろおかしいと思ってます。皆さんも部活やってておかしいな、と感じたことがあったらコメントで聞かせてください。では。どうもブームマンです。実は先日、両つべライブにて、視聴者さんのコメントの通りに茶番を作っていくという、やばい視聴者参加型企画を行いました。ルールは18禁は、禁止、誹謗中傷も禁止、その他両つべ的にまずいのをすべて禁止にしています。そして幾多の視聴者さんに物語の展開を考えていただき、できた動画がこちらです。どうぞ。ポテチ食べたい。は、ここどこやねん。急にめちゃくちゃ変な空間に飛ばされたんだけど、あれは、うぷ主、うわぁ。やばくない？はっ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 は。我は大魔王、マリサなり、頑張ってけなげに生きてきたのに、ブームマンが突然食い上がったせいで、畜生。なんでやねん。はぁ、なんだか今日はお腹がいっぱいだな。でも食いしん坊はいいし、もう小腹が空いてきたな。いただきま。やばくない？どうもマリサです。